こちらは戸隠神社の奉公者ですね。戸隠神社の中では一番最初に多分見られると思うんですけども、駐車場はねちょっとそんなにないので、駐車に止めて来られる方も多いとは思います。非常に大きな社殿で、実はかなり遠くから撮ってるんですけど、なんか全部入りきらないという。今は善光寺と一緒で何年かの一度の大祭がありまして、今回初めて、神様がいらっしゃるところの下、真下のところの柱を触れるっていう、参拝ができます。この時期だけなんで、あともうちょっとでそれできなくなっちゃうんですけど、何年ずっと思いますけどやってるのかなと思って、今回初めてだそうですね。やったの修理自体はおそらくやってると思うんですけど、今回初めて、ですね、初めてこの中のもっとこのさらに奥ですね、奥の、神様がいらっしゃるところのもっと真下の柱が参拝できるという特別な参拝に皆さんいらっしゃってます。ただ朝早いんで、月並み祭がね6時半からなんですね。6時半からで非常に早いんで、それでも100人ぐらいの人が金当たり前ですけど、戸隠神社の中では一番古く1861に建てられた神仏金剛の面影をかなり、残している形ですね。どちらかというとちょっとお寺のような、中はちょっと撮影が禁止になっているのでダメですけど、お寺のお堂にちょっと近い作りですね。普通だとこう段があってなんかこう構成するんですけど、ここはもうまっすぐ作って中でこう階段のようなものを作って、で今回廊の部分がちょっと分かりづらいと思いますけど、この辺りですね、この裏神さんの御座所の柱があります。戸隠は非常に新緑が素晴らしくて、いろんな恵みをもらえるというのが結構いいですね。